目的地に着いたよ。ねえ、男の子たちにはもう会ったかしら。みんなシャイなのよね。やっぱり私の方が明るくて接しやすいでしょ。この先にあるのは何だろう。行ってみよう。目的地に着いたよ。セイラクの剣。火を追う蛾の理想は理解してるけど、だからといって自ら重い荷物を背負う必要はないよ。体にも精神にも良くないからね。目的地に着いたよ。ギャッハッ暗い。チャージングをスリーそれスリーッ。長い刻夜でも極光は常に明るい。行幸よ輝け。来い。この殺戮はまさにお前のために用意されたものだ。切れ、引き裂け、この戦場に血を注ぐんだ。目的地に着いたよ。この先で行幸よ輝け。体と心を飲み込まれるな。俺もすでに飲み込まれた部分があるが。
目的地に着いたよ。この新しい発見があるの。行ってみよう。この先にあるのは何だろう。目的地に着いたよ。いいタイミング。くらえ！光よ、集まれ。ずっと成功をキープすることにコツなんてない。強いて言えば絶対不可能なものを他人よりも早く諦め、そして気づかせないことかな。目的地に着いたよ。それ終点で消えるがいい。やっ、お前にも日がある。今日は新しい名分を増やそうぜ。敵により深い恐怖を味わわせるんだ。目的地に着いたよ。この先にあるいいタイミング。やっ、チャージング。くらえ。こんな風にしてるけど本当は私も忙しいの。まあ私のスケジュールはいつだってあなたのために開けておくけど。目的地に着いたよ。いいタイミング。は
正解を授けよう。エリシアは彼女に興味があるようだが、思い上がらない方がいいと忠告するべきだろうか。いい、エリシアが自分で伝えるだろう。あなたの限界は一体どこにあるの？楽しみだわ。目的地に着いたよ。やっやっ、暗い光よ、集まれ。刻印を直接渡すべきか、それともコツに関するアドバイスをした方がいいだろうか。はあ、まあいい、時間はそう多くない。目的地に着いたよ。えいっ、はっ、
証拠を輝け。彼女はいつも了承もなく俺の考えを口にする。手に負えないんだ。目的地に着いたよ。この先にあるのは、行ってみよう。行ってみよう。この先にあるのは何だろう。行ってみよう。目的地に着いたよ。行ってみよう。正解を授けよう。私が戦場に出た回数は確かに多くないから役に立つ経験は与えられない。そのことについてエリシアは妙な例え方をした。少し失礼な例え方だよ。目的地に着いたよ。行ってみよう。
目的地に着いたよ。やや光よ、集まれ。目的地に着いたよ。はーい、待ってたわよ。やっ、あんたたちは夜明けの光を見れなくなる。光よ、集まれ。かわいい。できない。どこでスケッチするの？